急になんだよ。はい、ということで始まりました。たけるのサブちゃんが始まりました。はい、今日も始まりました。はい、サブちゃんじゃないですよ、達也でございます。達也でございます。達也ちゃんです。年末ということでですね、はい、年末といえばガキスカじゃないですか。おガキスカ、ガキスカ大好きなんですよ。そうだよね、あれ出てたよね、ガキスカ。ガキスカ出てないね。出てないか。出てないわね。ということでね、今年ないじゃん、あれが。ガキ使ないんだよ。今年ないの。今年ないの。そう、ないんだよ。だから俺らでやろうよ。俺らでやろう。前回ね、達也とフミピーがね、うん、笑ってはいけない記者会見やったじゃん。やってましたよ。あれ俺もやりたい。あれやりたい。あれやりたい。あれ俺もやりたい。確かに。あれもすごい面白そう。この間の会見もまあまあまあ相場だからあれだけど、もう一切笑ってなかったもんね。いや笑わないでしょ。なんであの会見笑う。全然笑うとこなかったわ。そう、この前ね、俺ちゃんとした会見やったじゃん、俺。うん、なんかちゃんとしてない会見やりたい。ちゃんとしてないっていうのは、ちゃんとしてないチャンネルでちゃんとしてない会見やりたい。ちゃんとしてないチャンネル。さりげなくて。俺何も聞いてなかった今ね。おいおいおい。ということでね、今日は俺と達也で、俺と達也の試合が発表されたという体で、俺と達也の記者会見で笑ったら罰ゲーム。罰ゲーム。そう、笑ってはいけない記者会見ということですよね。そうですね。はい、やりましょう。やりましょう。ルールは普通にもう、はい、こっちはもう真面目にやらないといけないでしょ。真面目だよ。真面目に試合だと思って記者会見やって、記者会見やって、まあいろいろこう笑わしてきたりとか、まあ、こっちが笑わし合ってもいいってことだね。そうよ。そうよ。感じたこと。そう、まあ極力その2人で笑かし合った方がまあいいかなと。まあ確かに。で、記者が一応記者が質問はしますね。じゃあそっちがもう会見終了ですって言うまでの間に笑った数をカウントしといてもらって、で、多い方が罰ゲームというルールで。わかりました。はい、これはね、負けられないよ、俺は。え、もう、もう始まってます。もう始まってる。まだ始まってないですけどね。ね、もうマイクだけなの。あ、いいか。サイレントなんですか。ネズミみたい。大岩選手、武尊選手、対戦が決まりましたということで、今日はおい記者会見中学校の主義主義やってんだよ、こっちは。失礼しました。なめんな。申し訳ないです。まあ、二人の対戦が今日決まったということで、まあ、夢のカードが実現したわけなんですが、おい、一言言わせてくれよ。全然夢じゃねえんだよ、こんな。お前なんかさ、お前なんか蜂蜜いかない鼻くそいかねえ。あ、おっとこ、あ、鼻くそいか。俺はゴミカズだ。まあ、夢のカードが実現したということで、今日は記者会見の方をさせてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、この対戦を聞いて、お互いまずはどう思ったか聞かせてもらっていいでしょうか。まずは、小岩選手。ああ、小岩だよ、お前。まず今日、はい、誰なんだよ。 あ、すいません。竹野郎と。めっちゃ、めっちゃ熱い。竹野郎と。めっちゃ熱い。なんでそこ気になってんだよ。質問内容じゃなくて、なんで誰かが気になってんだよ。いやいやいや、最初だって挨拶するじゃん、絶対。ああ、そういうことね。そうそうそう、お前が日刊スポーツの誰だね。誰だよって話だよ。ああ、そういうことね。俺の名前を間違えてさ。すいません。こういうのだから。すいません。な、気付けろよ。よーい、スタート。はい。小岩選手、はじめに、そう、第一印象、第一印象ですか。だから、お前誰なんだよって。はい。挨拶。あ、すいません。週刊スポーツの朝日と申します。すいません、よろしくお願いします。ああ。で、小岩選手が、その、まあ、はじめ試合来た時、まあ、どう思われましたか。まあ、ゲップすんじゃねえや。まあ、まあ、約20年。なんて無理よね。俺ダメなんだって。あと俺ダメなんだって、本当に。基本達也がツボだから俺。今日勝てるぞこれ。よーい、スタート。続きをお願いします。
あ、そうですね、ちょっと次に、まあ、20年ぶり、まあ、20年ぶりじゃない、20年のやっと月日が経ってこう決まったんで、はい、まあ気合満々ですね。まあ本当に、まあ関係者、気合満々、うん、関係者やる気満々でしょ。悪いってまして、本当になんで気合満々って気合満々ってなんてやる気満々ね。気合満々も使う、気合満々って聞いたことないよ、本当やめてってそういうの、ケアレスミス。イントネーション間違えるとか。イントネーション、イントネーションってイントネーションが違うんだよ。いきます、よーいスタート。まあはい、みんな楽しく思います。以上です、ありがとうございます。それに対して武見選手はどうでしょう。なんだってよーい。あ、はい、すいません。おめー、すいません武見。おい誰でー。あ、朝日です。朝日か。はい。あー、まあこの試合はな、25年前に俺が公園でさ、お山作ってたんだよ。そしたらこいつな、お山崩したんだよ、お山、俺のお山ということでさ、年末だしさ、もつ鍋にしてやんよ。はい、ありがとうございます。だが、お二人、その、まあ常に今もう練習されてると思うんですけど、特にあの替え歌を練習してるみたいなんですけど、なんか得意な替え歌とかあったりするんでしょうか。お前よ、さっきからよ、はい、試合のこと関係ねえこと言いやがってよ。あ、お前たち引っ込んでるの後ろのやつなんだよ。ダメ、名前なんだよお前後ろのやつは。あ、ミチェルと申します。ミチェル、はい、最近入ったばっかりなんですけど、今日は一日あのお二人の力を引き出せるような質問をしていこうかなと思ってます。おい、はい、替え歌やってやんや。あ、お願いします。マサラタウンでさよなら俺はこいつと鍛えた子供を増やして次の街へ。ありがとうございました。下ネタばっかりこれ。ここであの大岩選手もよく替え歌を練習されてるということで、どんな替え歌を今練習されてるかちょっと大丈夫ですか。あ、試合はさ、ガチなんだからさ、真剣にやってくれよ。え、まあ大岩選手はこう対戦相手の武見選手の、武見って誰だい。すいません、武尊選手の、まあ武志、あ、武志選手の、まあ印象といいますか、教えてください。俺はタケルって聞いたけど、名前タケシなんか。あそこはちょっと、あ、すいません、初めて聞いた、今聞いた。あ、ちょっと解明されたみたいで、すいません。おい、こいつ喋り方の癖あるじゃないか、なんか。おい、はい、なんかやってんじゃないか、こいつな、みたいな。やってるや、やってんかい。まあ僕もやっぱ20年ソチンでやってるんで、そこはソチンの力っていうか、そのソチンの底力を見せようかなと思ってますね。まああとは、まあ狩り、こいつ狩りでかいだけじゃないですか、結局は。なんで、すぐ行って思うんですよ。ティッシュ用意しとけ。なるほど、ポイントは狩りということで。対する大岩選手はどうでしょう。もちろん俺の弱点は、うん、まあね、俺の弱点を知ってるなと。うん、ダブルアウト。うんじゃないよな。相手に対して一言何かあればお願いします。そうですね、まあこいつ本当アホで狩りでかいだけなんで、あのそれ狩り以外は僕は全部上回ってると思ってるんで、はい、ぶっ倒したいと思います。対する大岩選手どうでしょうか。それね、アホはいいけど狩りでか気に食わねえんだよ、さっきから。私を褒めてんね。アホは別になんか言われてもいいけど、狩りでけえから俺はコンプレックスなんだよ。
ふざけんじゃねえよ、ほんとに。おらっていうかさ、何この会見、ほんとに。こんなんじゃもうラチやがねえよ、もうここでやってやるよ。おっと、ここで乱闘はちょっと、いやいや、俺だって遊びに来てたわけじゃねえんだよ。お前、お前、彼しか遊んでねえじゃん、彼しか言ってねえじゃねえか、お前、さっきから。どっちだよ、彼って言い始めたのよ、おらお前の彼がでかいからこんなになってんだろ。いいよってば。乱闘、乱闘やめなさい、乱闘やめなさい、乱闘やめなさい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。年末スペシャルマッチ、チョコボールたけるVS ミートボール達也。年末といえば格闘技、格闘技といえばこの戦い、チョコボールたけるVS ミートボール達也。さあ始まりました。先生はチョコボールたける。さあ今回はミートボール達也、勝つことができるのでしょうか。さあこれはさあ、おっと、1年生になったら何頑張る？勉強。ピカピカの1年生、みんなの勉強頑張ろうね。さあ、おっと、ミートボールだったや、これは反撃開始か。さあバックドロップか。おっと、これは不発だ。全然効いていない。今回のチョコボールたけるは気合が入っている。さあこっからチョコボールたける、ブレンバスターの体勢に入る。投げた、決まった、チョコボバスター。これはダイナメージか、ミートボールたつや。なんなんだ一体これは。神々の達也降臨。さあチョコボールたける、これは今やられているのか。ミートボールアタックだが、しかしチョコボールたける、今回は強い。さあおっと、ミートボールたつやを返す。おっとミートボールたつや、これは反撃開始か。さあ一度も勝ったことがないミートボールたつや。さあ、おっと、会場を煽る。おい、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 おっと、マイクを。僕らは、きっと思ってる。よいしょ、オンチー。さあ、チョコボールたける、これを。なんなんだ、これは。さあ、包帯で、ミートボールの顔を隠しているのか。さあ、これは、おっと、誰かに似ていますね。これは野生爆弾のルッキーさんに似ているのか。おっと、野生爆弾達也の誕生だ。さあ年末といえばこの戦い、みんなはこの戦いを待っていた。全国民、いや世界中のみんなが待っていた。さあ今回どっちが勝つのか。さあチョコボがミートを担ぐ。これは一体何をしようとしているのだろうか。これは腕に効く、これはかなり腕に効いていますね。さあ新大阪チョコボールたける、これは腕に効いている。さあミートボールたつやどうする。落ちた、これはダブルで攻撃が食らっています。危ない、これは危ない。さあチョコボールたける、じゃがりこ。さあこれはうまいんだろうか。うまい、やはりうまかった。さあ両者お互い手を取り合う。さあチョコボールたけるが、やはり力はチョコボールたけるのが上回っていた。さあミートボール達也、ここからどうする。おっとおっと、決まった、ミートボール達也のヘッヘッ。おっす、いくだろ。おっとミートボール達也、決めるぞ宣言。ジャンピングデュース、ジャンピングデュースと決まっ。お前、おいミートボール、お前何やってんだよお前。さあ両者手を取り合う、どうする。うわっと、これはいい踊りだったが、チョコボールだけで頭を使ったか。さあチョコボールたける、何かを持っていますな。おっと、これはなんだ。うわ、これは大ダメージか、ミートボールたつや。これはかなり痛い。大事なあそこの、あそこのあれを引っ張り上げた。カウントが入る、ワンツー、勝者チョコボールたける。これが今年の年末だ、次は行ってよ。ああ東京ドームだ。2021年、本当にありがとうございました。2022年も皆さんを笑顔に、そして僕たちの夢を必ず掴みに行きます。本当にありがとうございました。
皆さん良いお年を。チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。